瞬間。はい、皆さんこんにちは、かえてです。そして山本道場のマッキー山本です。そして山本道場のいつきです。はい、ちょっと一瞬笑い起きますよね。触れたらあかんのかいいかわからんのよ。皆さんぜひ詳細は山本道場さんのチャンネルで、はい、書いてあります。あ、はい、言ってくださってますので、はい、見てください。はいはい、まあ、元気なお二人と今回コラボさせていただくということでですね、はい、タイトルにあった通りゴルフの分かった瞬間なんですけれども、これ結構やっぱアマチュアで練習してて自分で、あ、分かった、これ掴んだってなる瞬間あると思うんですよ。うん、あります。私も、まあ、私レベルでもすごいあるんですけれども、うん、これは今回いつきちゃんに聞こうと思いまして、はい、いつきちゃんテスト1日通過、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、2時までの大事な期間なんですけれども、はい、今回ですね、いつきちゃんの分かった瞬間、まあ、普段やっぱ師範と練習することが多いと思うんですけど、一、はい、人で練習しててなんか掴んだみたいなのありますか？結構もともと力が強いんで、力が入りやすいタイプやったんですけど、これをしたら抜けたかもっていうのを、なんとプロテストの3日目の最終日のティーショットで。え、あ、最近？はい、最近ですか？最近です。じゃあちょっとここで聞いていきたいと思います。はいはい、ティーショットってことはドライバーですか？ドライバーです。教えてください。はい、はい、お願いします。脱力を分かった瞬間、はいはい、教えてください。なんかそのプロテストの1時の2日目の、はい、スコアはこうパッと見は良かったんですけど、うん、結構ティーショットがあんまり上手じゃないというか、嫌なところが見えるから、はい、ちょっと引っ掛けたりとかっていうのをするタイプだったんですけど、はい、ちょっとスライスしそうな時に自分がこうスライスしたくないからって言って、もともとアウトに上げるんですけど、はい、インにこう伸ばしてあげるから、スライス出ない代わりにパーンってフックが、こういうフックが出るんですよ。グリップちょっと前に出す感じ、前に出す感じ、前に出して、はい、こう後ろに寝かせる感じで、右は出ないけど、はい、そしたらもうスクイヤーフックが出たりとかしてたんですよ。はい、まあ、でもそれで、あ、自分が緊張したりとか、うん、右が気になったりした時に、はい、思ったより自分がインに上げて手をこう前に出してるっていうことを気づいて、最終日にちょっとそうならないように左肩を止めてちょっとアウト目に、左肩をこう見せたのをここのまま止めて、こう止めるとこっちにもこっちにも行けないからっていうので最終日は行ったんですけど、もうミスはほぼ、え、すごい。ちょっと、はい、打ち比べじゃないけどやってもらっていいですか？わかりました。普段の嫌がってた時、はい、はい、普段の嫌がってる時はもういい、アウトにあげたいっていう気持ちはあるんですけど、勝手にこんな感じやったんで、ちょっとなんか無理やりインに入るような、それをこっちの肩を止めて、はい、こうここで動く範囲で打つと、おて抜けて、この私は特にこういう角度になると力が入りやすいというか、力が入れやすいので、はい、結構こうグリップの親指を抜いてやってるんですけど、左の親指を抜いてこうちょっとこう親指の力が逃がせるようにしてるんですけど、はい、こうしたらちょうど親指に引っかかるから余計にこう、この手首のこの入り方が強烈な感覚がするんですけど、それをこう上げたことによってここにこう跳ねるタイミングで、これも立ったまま抜ける
ので、はい、そのままこう、これはドライバーも、ドライバー、ドライバー、もうないでしょ。これが結構私の中では最近あ、分かったかもみたいな。市販、今の月さんの説明だったんですけど、ほんまに小学校から言ってる。あれ？あれ？もう今かよ。じゃあなかなかなんか、はい、緊張したりとかするときに、うん、やっぱり自分が一番力が使えるところを人間は探しちゃうっていうか。本当は一番使える力を使えるところじゃん。そこは一番力が向かない。こっちが入る。はい、厳密に言うともう右にスウェーしてる。だから人間っていうのはこれがこっちに動いた分戻したくなるから、あ、横横に動いちゃうんですね。顎につくぐらいっていうじゃないですか、うんうん、ってなると結構この肩を移動させるのかなって。あ、落ちてない。本当だ本当だ。こっから肩を止めたまま、うん、そう、だからでかくちっちゃくなりますね。ちっちゃくなるし右でも回りやすい。テイクバックをするじゃないですか、はい、そしたら一回手を離すっていうのをやってたんですよ。ここでパッてこう打つじゃないですか。この間にめっちゃ回るみたいな、はい、自分の中ではそこの間に結構間があるような感じがしてて、なんですけど2日目はその間が全くできなくって、でも左肩を止めたままにすると、はい、蹴らないからなんですね、右足を。ちゃんとそれができて、すごい。ちょっとやってみていいですか。やってみてください。皆さんと思うのは自分がテイクバックでスウェーしてるってことですね。そう、あ、これじゃ脱力もそうだけどスウェー対策に、うん、これぐらい、もう本当もう動かさないぐらいです。自分では結果動いててもいいんです。そっからこういかずに、はい、いいとこやん、それだけで。めちゃくちゃいいスイングですよ。びっくりするぐらい。めっちゃいいスイングですよ。そんなか、こんななんですね。もう物足りなさしかないですけど、もうめっちゃスイングですよ。始めます。おお、なんか思ったより、こうミスの幅も狭まるし。確かに、あの、右に行かないから、ここに戻ってこなきゃっていう気持ちがなくなります、ね。あ、ここのままここに戻すっていうことか。そうです。で目線も変わんないんで、変わんない、こうやっていかないから。めちゃくちゃいいスイングですよ。こう力見たら、ちょっと今力入っちゃったけど、トップは多分これが一番いいと思う。分かった瞬間って感じですね。あの本当にこういうことなんだテイクバックって言って思いました。普段やりすぎてだからこうどん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 行っちゃうけど、無意識にちゃんと胸を回ってくれて、でもこっから次にはじゃないから、動かないからちゃんと振ってるように見えます。なんかそれの方が、まあゴルフって飛ばしだけじゃないけど飛ばしたい。飛ばしたい。そしたら力を発揮するのは人間の力しかないから、はい、人間の力ってどう出したらいいかって、はい、自分の体が止まっといてこうするのが一番力なんでしょう。大体なんかもうテイクバックしすぎみたいな。しすぎです。全然回らない。すごい。それをなんかしかもテストプロテスト中にもう一つ1個加えると、はい、10年言ってきてるのにその時かよ。いや逆ですよ、10年言ってきて、うん、その一番大事な時に、まあ、よかったよね。3日目でこれでこれでまっすぐ言ったら絶対これやと思いながら、はい、10年が一番本番で生きてるという、ぜひね皆さんもこれやってください。やり方を止めるぐらいの意識、はい、ぜひやってみてください。はい、1時間2時、はい、
も頑張ってください。頑張ります。ぜひ皆さんもね、あの応援してください。はい。治療頑張ってください。みんな本当に応援してください。皆さんね、そのコメントもよろしくお願いします。では、次回はそこちゃん編で、そちらも楽しみにしてください。またねー。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画はこちらとなっております。せーの。また見てねー。